今日2つ目のお題はこちら、はい、声楽研究グループボーチェカンパーナ5年ぶりの演奏会歌のひととき2024。素晴らしい。ということで10月13日日曜日開催されるこちらコンサートのお知らせに、今日はですねボーチェカンパーナ主催の赤木和子さん、そして普段はピアノ教室を主催されている佐藤舞さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。でまずこちら最初コンサートのですねこちらイベント告知の作法させていただきます。10月13日日曜日開催されるこちら声楽研究グループボーチェカンパーナ第36回、そうですね36回演奏会歌のひととき2024、開演が午後の2時から、会場が秋田芸術劇場ミルハスのショーホール A となっております。料金が一般が1000円、そして高校生以下500円となっております。ぜひともこちらの方に皆様ですね、足を運びいただければと思います。そして今日こちらのイベントのお知らせにお越しいただきましたお二人のまずはプロフィールをご紹介させていただきます。まずはこちらボーチェカンパーナ主催赤木和子さんです。はい、ボーチェカンパーナ主催赤木和子さん、秋田大学教育学部中高家庭音楽科卒業され、ドイツリード日本歌曲を中心に研究を重ねていらっしゃいます。そしてなんと2019年には木之内音楽賞も受賞されているということでございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、では続きましてお隣いきますね。こちらはいピアニスト佐藤舞さんでございます。聖霊女子短期大学音楽科を卒業され、河合音楽教室の白天講師を経て現在は三種町でピアノ教室を主催されているということでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。では最初にですね、赤木さんにお話をお聞きしたいんですけども、今回でなんと36回目開催されるこちらボーチェカンパーナ、こちらについて教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、第1回は1989年ですね。だから平成元年、元年、うん、1月9日から始まりました。はい、最初は今メトロポリタンホテルというところで、うん、会場を借りて、やっぱり綺麗な会場で、うん、響く会場でみんなに 歌ってもらって、披露宴とか、はい、大きい会場で ね、うん、たまたまそれは体操の例とかがありまして、うん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 、新年会みんな中止になったんだそうで、あ良い会場、会場に聞きましたら、はいはい、まあ、大丈夫だっていうので、うん、いろんな東京とかから来られる方にも連絡して、うんうん、大丈夫だから来てくださいって感じで、まあ、そういうチャンス恵まれましたので、うんうん、まず1回目は始めました。設立当時はなんと出演者の方々も学生の方が結構中心 で、まあ、ご来場される方々がそのご家族やご友人だったと聞きましたけれども、はい、ね、はい、まず1月にこの始めたというところが結構ポイントなんですよね。はい、その1月っていうのは秋田は冬休みですけども、うんうん、東京の方とかだともう1月夏のうち過ぎると学校始まりますね。そうですね。そうすると2月にまた入学試験もあるわけです、はいはいはい、それで高校生の人やそれから学生の方も2月にはまた最終の試験とかがありますので、うん、ありますね。その予行も兼ねてちょっとやらせてた。なるほど。歌を歌われる方であるとか、ね、楽器演奏される方々の、はい、まあ、その試験に進学に向けての、はい、まあ、予行練習も兼ねれるだろうと。それも兼ねて、もう赤木さんの愛が詰まってるイベントなわけですね。こちらのイベントはこのじゃあボーチェカンパーナっていうこの名前っていうのはどういう意味があるんですか。名前はボーチェは、はい、まあ、イタリア語で声という、声、カンパーナは鐘です。鐘、あの鐘辺にわらべとか鐘の方ですね。はい、そうですね。それでちょっと日本の鐘とは違って西洋の方の鐘ですね、はい、鳴り響く、ちょっと音響きのいい綺麗な鐘のように響く声ということで、まあ、イタリア語ではベルカントといって、ベルカント勉強する人たちはそれを目指して頑張るわけですけど、うん、はい、まあ、それともちょっとこう鐘を備えて名前をつけました。ボーチェカンパーナ、はい、で今回36回目の演奏会ですけども、はい、じゃあちょっとお隣の佐藤さんにお聞きしたいんですけども、佐藤さんもじゃあ学生の頃から
このポーチェカンパーナにはもう参加されている。一番最初に出演させていただいたのは高校生の時なんですけど、はい、その時はまだ会員ではなくて、はい、私がその後音楽科に入って卒業して、うん、社会人になったぐらいのタイミング、今から16、7年前だと思うんですけど、うん、そのあたりに赤木先生の方から会員に入りませんかとお声掛けいただいてまあ声楽のグループなんですけど、はい、まあ、ピアノを弾いてもいいということで参加させていただいてます。参加してみて実際どうでしたか？そうですね、まあ、皆さん声楽の方なんですけど、うん、皆さんの音楽がすごく大好きで、上手になりたいと勉強を続けてる方ばっかりなので、うんうん、一緒の演奏会に出ることで刺激を受けて、とても楽しく参加させていただいてます。声楽研究グループではありますけども、要はその、まあ、舞さんのようなピアニストもいらっしゃったりとか、あといろんな楽器を持たれている方々もこの演奏会には参加されて、はい、まあ、自分をこう、まあ、研鑽するというか、自分のこう技術を磨いていける、まあ、発表できる場に一応なっているということですけども、ね、はい、実際過去のですね、演奏会の様子の映像を今ご覧いただけるということなので、ぜひともそちら皆さんに、ね、ご覧いただきたいと思います。はい、ご覧ください。どうぞ。今こちらご覧いただいているのが、まずこの赤木先生の歌っていらっしゃるお姿というところで、綺麗な歌声ですね。これ会場はアトリオンですかね。アトリオンの音楽ホール、はい。自身がじゃあ歌を歌い始めてから何年になるんですか？本当に始めたのは、まあ、大学に入ってからですね。お、まあ、いくら合唱はずっとやってましたけれども、はいはいはい、まあ、でこちら映像は今度舞さんのピアノのです、ね、はい、演奏されている模様ということ。ここでも同じくアトリオンの音楽ホールでしょうかね、はいはい。ちなみにこれって何年ぐらい前かと覚えてらっしゃいます？これは2019年、はい、まあ、約5年ぐらい前です、ね、コロナ禍の始まる前ですね、はいはい、おお。真ん中にいらっしゃるのがもう赤木先生で、もうそれをこう周りの方々が、まあ、これこう学生の頃から参加されているメンバーもいらっしゃれば、もう社会人になってから参加されている方々もいらっしゃる。これマイクなしなんですか？すごいよね。マイクなしなんですか？でもあのホールは響きますか？あ、それが通るよね。すごい、素晴らしい、ありがとうございます、うん。あといくつかの集合写真もあるということですけれども、ちょっとそちらの方もですね、皆さんに、あ、なるほど、こちらがもうボーチェカンパーナの一応メンバーの方々の写真ということで、第34回演奏会の歌の一時2018の頃ですね、お写真ご覧いただいております。いいですね。あ、華やかになりますね、またね、お写真素敵ですね。こちらは何年ぐらい前なんでしょうか？書いてないんですよ、うん、ちょっとわからない。過去の写真でね、本当に素敵なこうドレスを皆さんお召しですけども、もしかすると涼子さんのところでね、買われた方もいらっしゃるかもしれませんね。ね、涼子さんね。だから過去にですね、実際今日はですね、赤木さんに一曲歌をなんと披露していただけるということですけれども、歌っていただくのがシューベルトの野薔薇ですが、じゃあせっかくなので早速ちょっと歌う曲、こちら皆さんにですね、披露していただいてもよろしいでしょうか？はい、ではお願いします。Ein Feuerchen auf der Wiese stand gewickt in dich in Tum bekannt Es war ein herziges FeuerchenDa kam ein junges Schäferin mit leichtem Schritt und munterem Sinn und wohl und sie
kam und nicht in Acht das Pfeilchen nahm, er trat das arme Pfeilchen, es sank und starb, wie freut sich noch und sterb ich denn, so sterb ich noch durch sie zu ihren Füßen doch. Das arme Pfeilchen, es war ein herziges Pfeilchen. あ、すみません。素晴らしい。もうちょっと作曲のスミレでした。ごめんなさい。スミレ。ノバラじゃなかったんですか。ごめんなさいね。素晴らしい。とんでもない、とんでもないです。ありがとうございます。ちょっと花ちゃんちょっとお聞きしたいんですけど、やっぱこのちょっとまた赤木さんのこんな声の出し方とやっぱり花ちゃんのその民謡の声の出し方ってまたちょっと違うんですよね。違いますね。はい、民謡はもうこう腹からこうですけど、こう楽器みたいな音が出るんですね。こう喉のこの使い方、こうファルセットみたいな感じのこのこうどんな音でも出してる。もう全然違います。素晴らしい。今の言葉はあの何の何語ですか？ドイツ語です。ドイツ語です。ドイツ語で。ドイツ語。もうまさに本当カンパーナという名前に本当ふさわしい、本当綺麗な歌声でしたね。本当ありがとうございます。本当に素晴らしい。すごい。素晴らしい。うん、じゃあ最後にですね、ぜひともあのこちらもちょっとまだ生放送2分もちょっと時間来てしまったんですけども、あの簡単にぜひともお二人からですね、こちらのイベントについてですね、あのシーナちゃんご覧の皆様にメッセージをいただきたいと思います。ちょっとコロナで間空いてしまったんですけども、はい、今回は器楽フルートと、うん、それから舞さんのピアノと、はい、器楽も入っておりまして、うん、皆さんあのめげずに休、はい、あのね、長い間頑張ってきたのを発表いたしますので、ぜひおいでいただいてあの励ましてくださいませ、はい、ありがとうございます。じゃあ舞さんお願いします。はい、5年ぶりの演奏会ということで、うん、出演者一同、出演者も楽しみにしながら、準備していますので、はい、たくさんの方においでいただければ嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。10月13日日曜日、開演が午後2時、会場が秋田芸術劇場ニルスのショーホール、となっております。ぜひともこちら皆様足を運びいただければと思います。本日抹茶講演会ゲスト、こちらボーチェカンパーナ主催の赤木和子さん、そしてピアニスト佐藤舞さんにお越しいただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。